皆さんどうもよろしくお願いします。ドラゴン TV でございます。僕はね YouTube 上でゲームタイトルゴジョン縛りというものを練習にやっております。今はねプレステ4、プレステ3とスマホのゲームコンロでやっております。で現在はねこのエンチャントアームをやっておりますんでね、もしよければねやってみてください。あとね再生リストどうもね R から O までなんですけど概要欄のところにねパート1の動画として貼っ付けてありますんでもしよければ見てください。では行きましょう。ここで何か起こるんちゃうと思ってここに来たんやけど、んあれ止まった、うん、あ止まってる待ってたわよ。何勝負よ。はぁ、なんだよ今はそんな場合じゃないって言ってんだろ。言ってんだろほんま。いい、私が勝ったら潔く負けを認めてさっきの賞金とその右腕渡しなさい。腕を渡せってむちゃくちゃだろ。そうやね、むちゃくちゃやね、こいつは。うるさい問答無用、その顔で私に指図するな。え、なにそんな言ってる場合じゃないよね、ほんまにね、お前は。おい、大丈夫か。アズマ、まずはこっちを何とかしよう。そうやね、そいつ何ちょっとボスっぽい感じするけど、ゴーレム。これもちょっと待て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 、でも準備できないで。はい、知らないか。はい、1匹だけ1匹だけ、アンジャラクレット助かる。ここに持ってきて、え、こいつはマコトかい、マコトかい、マコトかい。え、ちょっと待って、アズマの方、ちゃんとやるかね、ブローやろ。で、ここに持って行って、あー待て、ちょっと、お、いけるよ、バズド、バズドやけど、どうよ。あー、ここに行ってやるしかないか、マジかこれ。じゃ一旦ここに持ってきて、そう、ここで、で、マコトが後ろ連れて行って、リードしたい。で、オッケー、どうだ。おー、呼んで待て、押さえていて、待て、早く行こうな。いい感じ、いい感じ、ちょい、おい、結構暗いやんか、結構暗いやんかって、それのほんま。え、嘘、届かん、届かん、マジでマジで。ちょっと待って、関節持ってきておきますわ。ゴールの前に、こうやったときに、作成しとったんですよ。まあ、作成しましたけど。あれ、これ何やった、どこやろ。で、あ、ここで作成しといて、で、こいつは、で、こいつで、バースでね、いや、ちょっとか、ちょっとの方で、トーヤが、ここを連れて行って、あー、なんか、ちょっと待って、なら待てよ。トーヤを前に連れて行って、あー、ナイス。マクオトで、こう、こいつだから、キュアやっとこう。よし、どうだ ?31。よし、ありがとう。マジで、こっち来る。え、何今の、うわ、アツマがやばい。ちょっと待って、何日も後ろ、何日も後ろ、全体困る。強制さん、おい、出て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 、チーム何がかと思って、チームだったからやってるけど。で、待機、で、プリムローズが前に行ってもらって、バーストか。そいつやな、ちょっと待って。え、バーストの方がやっぱ高くないの ?PP の方やな。じゃあね、こいつで、じゃあ、ウェイ、どっちも無理。そこじゃい。うわ、無理か、マジかそれ。横、これや。で、あ、そこ分かった。リードトリックぐらいですか、これとこれぐらいですかね、無理ですよね。よし、よし、来た、オッケー、来たんじゃん。あ、またか、またか、ちょっと待って、危ない、アズマ、アズマ、アズマ危ない、アズマが危ない。3、4、お前、ちょっと下、ここに下がっといてもらって、はい、1、で、こいつをこっちに持ってきて、バースでやろう、どうやろう。あー、かん、これ、これ、あ、ミスだ。ちょっとミスだな、うん、ちょっと待てよ。あ、違う違う違う、アズマを、ちょ、待って、アズマを一番下まで連れて行って、で、こいつを、こっち側、で、ちょっと、で、どうやろう、ここに連れてきの、あ、違う。ここに連れてきて、で、アクアスパイクからの誠はキュアバラード、あー無理、あー無理、あー無理やな、お前これで OK、 これで OK やろ、さすがに。せやね、 OKOKOK、 よかった。なんとなくファイナルファンタジーの終わりの BGM と似てるのは気のせいかなっていうね。うん、ん、俺手貸してやるから立てよ。自分で立つわ、余計なおず。よせ、おせ。傷が痛むのか。みたいね。大丈夫、このくらい。余計なお世話だって言ってるでしょ。だからお金は払わないわよ。はあ？はあ？親切なふりして巻き上げようったってそうはいかないんだから。そんなこと誰も言ってねえだろうが。私を騙そうなんて100年早い。死ね。お前が死ね、ベーカ。死ねって、お前せっかく助けてやったのに。お前、せっかく助けてやったのに。うるさい、この屈辱は絶対に忘れないぞ。何が屈辱じゃ、お前。
いい加減にせよ、この少年の悪いやつが。覚えてろよ。少年の悪いやつが、ほんまに。なんだあれ。なんだあれやな、ほんまな。あそこの、うんね、言った通りやね。とりあえず、学園の中へ行こうか。行こう行こう。お、アツマ専用ウェーブを手に入れた。ウェーブ、アツマ専用のウェーブ、え、何それ。ちょっと見ていいですかね。何かようわからんから。え、どういうこと。キャラクター、ステータス。ちょっと待って、武器、いや、ボンナクルではない。キャラクター紹介でもない。何今のは。何や今のは。ちょっと待って、気になるんやけど。え、マジか、スキルウェーブ、あ、これか。おお、いいやないの。所持 SP、 うわ、必要 SP、 うわ、さ、足らない、足らないよ、足りないよ。マジか、足りないのか。マジか、ウェーブ欲しい。取得できません。まあ後でやったらいいんやけど。サポート。ブブ。あ、装備すんの。あ、そういや、最初の時にね、なんかスキル使っ、何か習得したはずやねんけど、何か忘れたから。ないね。まあいいか、行こうか。次ね、次行こう。よし、次と待てよ。一旦ちょいと開けるで、スキル、あつま、装備じゃなくて習得で、スキル、これ、よっしゃ、覚えた、よかった。さっきね、んで、スキル、ここにウェーブ、素晴らしい、いいね、いいわこれは。で、まあ今はね、こう、ああいうのはいいからやっていこう。一人だけ進めていこう今はね。ああいったね、裏の作業は学園の中裏でやっておかな。ね、破壊されてる。うわすごい、破壊され尽くされ、され尽くされてる感じが。だって学園は古代から特殊な魔導結界で守られてるんだ。ちょっとソットの攻撃では破壊できないはず。それこそアツマの右腕の力みたいなのを使いでもしない限り。俺の何もしてないぞ俺は。そうやね、一緒にいたんだからもちろん分かってるよ。でも当たり前、その力と今起きている現象は似ているところもある。マジで、みんな正気を吸い取られているみたいだ。多分なんだよ。エンチャントは負荷の力、つまりプラスの力だよね。うん、でもこの場合はその全く逆方向にその力を人に対して使っているんだと思う。え、つまりマイナスにエンチャントを行う。この場合は正気を吸い取るということかな。マジかよ。右腕の力と似ている。いや、アツマのは無効化だよね。現象は似ていなくもないけど、これともまだ違うもののようにも思える。君のはもっと、まだ得体の知れない。何、そんなことってどうやってできるの。聞いたこともないわ。ああ、かなり高度なはずだけど、できるはず。はず、親にしては自信なさげね。仕方ないよ、今の話はそれこそゴーレム王時代にあった技術らしいから。え、ゴーレム王時まさか窓を。そう、窓だと思う。何、そして知っての通り、それはとっくに失われた技術だ。やばい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 、絶対電子復活してるで、あの氷のゴーレム。窓、な、何それ。もう私たちがどうこうできる事件じゃないわよ。そうやで。とにかく先に進んでみるしかないな。ああ、もう人の話聞いてた。何が起こるかわからないんだよ。マドなんてエンちゃんとしか知らない僕らには手に負えない。今のこの状況から考えると、ひょっとしたら命の危険があるかもしれないよ。それでも行く。わかった、行こう。確かに、うわ、なんかめっちゃシリアスになってきたよ展開が。何か異変の手がかりが見つかるかもしれない。
好奇心は猫ちゃんも殺しちゃうって知らないのかしら。もう分かったわよ、ついていくわよ。お前はついてこんでよ、ちょっとうざったいからうざったいから。おお、これを使っといて。で、おお、倒れてる。そうか、よかった。ああ、で、どこに住む。向こう側かしかないよな。コウ先生を助けて。まあ進んでいきましょう。下しか行けないんでね、きっとね。カフェテリア行ってから何が起こるんやろとは言ってもエンチャントはこの流れに行くの時多分カットしてるっぽい。おお、来た。何？なんか揺れてる揺れてる揺れてる。いるか？あ、おお、コウタ。びっくりさせやがって、コウタか。おい、どこ行くんだ？え？どこ行くんだ？ほんまに。ちょっと、コウタ。あっちは僕の記憶が確かなら。ああ。封鎖区画の方向だね。封鎖。うげえ。露骨に嫌な感じ。そう、ね、嫌な感じか。でも引き返そうって言ってもダメだ。うん、集まがダメだよ。トウヤに何かあったらあんたのせいだからね。なんで俺のせいになんの？それおかしいと思うよ。トウヤがこっちにね、ついてきてくれてんねんから、それは自分の意思やろ。まあとは言っても先に進めていこうと思うんやけど、どこや、こっちかっぽいな。ここっぽいぞ。そんな封印が解かれて。最悪最悪。要するに今の異変の原因はこの中にある何かだったってこと。絶対コールのゴーレムやってなあ。前から言ってねんか俺。もともと封印されるような代物ということは。なんだよ、ほんとバカね。バカやね。封鎖区画に封印されてたものなんてヤバいものに決まってるじゃない。せやで。ヤバいからなんだってんだ。俺は行くぜ、コウタは。きっとこの奥だ。単細胞。単細胞には何を言っても無駄なんだよね。どうやも置けられてるやんな、もうこれ。やばいと思うの、私。僕もだよ。だからついていくんだ。うん、ミスミスしなしたくないやろね。幼馴染やし。中に入ったのはいいけど。おう。ここって一体何なのかしらね。さあ、さあ。様式からすると。様式からすると。かなり古い時代に作られたのは確かだと思うよ。ああ、絶対氷のゴーレムいるんじゃない？結構新しそうだぜ。劣化があまり進んでいないからそう見えるだけだよ、きっと。うん、単細胞はね、そういう風に見えるんでしょうね。どうやら言う通りよ、きっと。まあ、そんなことはどうでもいい。どうでもいいんかい。さっさと行こうぜ、コウタが待ってる。あんたそればっかりね。そやね、多分きっとコウタ操られてるよ、その氷のゴーレムにね。うん、きっとそんな感じやろね。そう思えてならないよ、はっきり言ってね。ちょっとここはもうエンカウントせんやな。したらもうちょっとこうあーくるよしやせんやこと。また地震だ。また地震。ひぃひぃ、誠キモい。なんだか嫌な予感が。嫌な予感。ああ、突然この床が崩れるとか。それ言ったらあかんで、フラグって。そう、まさかそんなご都合主義的なことが起こるわけが。いや、もうこれフラグ解消お疲れ様ですじゃないの。うわっ、やはりね、やっぱりね、やっぱりね。言い方あずま言っとったってことは、他の人も言ってるんちゃう。なんなんだよここは。さあ、この床に刻まれた文様とか壁の素材、建築様式、これは僕の記憶と推測が確かならば、前にうちの蔵書で見たゴーレム王以前の古代建造物じゃないかな。
何ゴーレム以前のやばくね。本当にあるとは思わなかったけど、すっげえな。トーヤンチってそんな本まであるのか。あんたとは違うのよ、ここの出来が。まあするよな。直上バカのあんたよりここはトーヤンにリーダーを任せちゃった方が安心ね。ね、トーヤン。さあね、リーダーは少しおバカなくらいがちょうどいいんじゃない。アツマの方が適任だと思うよ。だろう。だろう。おいお前、おいお前。で、この先どうするの、リーダー。とりあえず進むか。決断早。決断早。じゃあリーダーも即決したことだし、先に進もうか。まあな。登って戻るのはとてもじゃないけど無理そうだしね。よし、行くぞ。はいはい、行けばいいんでしょ。まあ。まあ。マックともちょっと呆れてきてるんだ、だんだん。こっちか。回復するとこね。で、こっちは何？入る。あー、これな。これな。うん、アイテム購入。別に、いらないね。一個だけ買っとくか。スキル購入っていうのあるんだよな。ちょっと待って、ちょ、スキル購入 見させて。怒り向こうか。ハイブロー。何これ。おお、使いやすいスキル、威力もかなり高いと。2200貯めたいね。出費ってないアイテム売却でも無理。あー無理っぽい。あー無理っぽいやな。けどこれ全部売ったらいけるような気がしてくるのは気のせい。いやね、うん、夢は見んとこ。夢は見んとこ。じゃあ行きましょうか。ここで何か起こるはずや。うわこれ絶対乗ったらエンチャントキューブ道が開かれるって感じのやつやね。あ、エンチャントするけど動くし、あ、動くし、へえ。集まる人は察しがいるんだよって言います。おう、キューブの手を丸を押すと、おお、その状態でエロを動かすとエンチャントキューブを動かすことができると。なるほどね。ああ、どこでも行けると。以上、進め終わり。うん、分かった。うん。じゃあ行ってみましょう。前しか無理やんな、これ、なぜってな。それな、ほんまにな。おお、いい。それ。もう、大手に任すわ、もう。ちょっとめんどくさなってきた。戦闘いちいち一人やるのがね。さっきも言ってた。俺の力見せてやるぜ。でそれオート。パークもいい。どうだ。おっしゃい。ウェイ。引き倒したい。これでウェイ。引き倒したい。オート役から楽でした。今の動き。バス。よし、じゃあ今回はこの。魔を制圧して終わりにしたいと思います。階段の間、え、なに、おお、何かある。え、エンチャントアイテムボックス、え、エンチャントなんだっけ、アイテムボックス、うん、こんちの倉庫にあるでしょ、もうで、なるほどね。で、禁止だったかね。前に貴重な保管品を壊したとかで、そんなことあったっけかな。それよくは何なんだよこれで、箱がな、劣化しない。たとえセレブにしてうちだってもね、おお、箱まで追い回らせるの、開けられると思う。オッケーオッケー。何が入ってるのかな。よし、開けたで。 500TB 手に入れた。おお、マジですごいね。宝箱ってあるのね、この世界にも。ちょっと長くなりますけど仕方ないね、これね。あー、上に定規やね、動かしとか肩は平行に動くタイプと同じ。なるほどね。オッケー、分かった。一応乗ってみるぜ。おーし、来たよ。で、どうなの、動力の間、寝る。ちょっと待って、これでおい、ジョイ。ああ、これ、お前の記憶が確かならば、これ
は何なんだ？何なんだ？これは多分窓で動く動力機関。窓で動く。で分かってんの？分かってないですよ。お前の方こそ分かってんのかよ。あんたと一緒にしないでよ。さっきも話してたでしょ。そうやで。窓ってのは千年前のゴーレム王以前の技術。窓もエーテルを使い、その法則に支配されることは変わらないけど、私たちの使ってるエンチャントよりずっと強力な力を生み出すことができる。というより、エンチャントはその窓のほんの一部でしかない。その窓の力でこの機関は動いてるってわけよ。なるほどね。でも失われたんだよな、窓って。なんで今でも動いてるの？しかしでっけえな。でっけえな。この施設で使われているエネルギーが多いってことだろうね。なるほど。何に使ってんだろうな。さあちょっと怖いね。まあよいしょ、行きましょう。でもあ、これ勝手に動くパターンか。え、これ真ん中、あ、向こうにも行けると。で、これで降りる。で、これを取っていく。おー、500TB。 お、ありがてえ。めっちゃ欲しい。500TB がこの中の金みたいなもんですからね。動かす。で、こっちやろ。よっしゃ、動かして、今回はここら辺までにしておきましょう。うん。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローでもしよければしてください。一応ね、ツイッターの URL はね、概要欄のところに貼っておきますので、もしよければすぐからどんどんフォローお願いいたします。ではさらば。